それでは計算基礎学1の第12回の授業を始めます。まず前回の授業のまとめです。前回は序算の計算量の見積もりと、それからユークリッドのご助法、もしくは拡張ユークリッドのご助法の計算量の見積もりについて説明をしました。でその上で、中国常用算法の計算量の見積もりを行いました。で今回の内容ですけれども、拡張ユークリッドご助法の応用としまして、有理数の再構成について説明したいと思います。テキストでは 4.12 節ですので、そこから進めます。で、有理数の再構成ですけれども、必要な方は70ページから見てください。まず前半の話は、その有理数を常用化に埋め込んで計算を行うという話をご紹介したいと思います。で、例題としまして、このような有理数のですね、加算を行う状況を考えます。と、5分の2プラス3分の1ということで、これは分母を通分しまして、15分の6たすプラス5ということで、15分の11という答えになります。今日は一応計算手順の紹介ですので、このような、なんでしょうね、有理数でもう十分できる、簡単にできる例ですけれども、一応こういう例を取って紹介したいと思います。で、この有理数の演算をその、常用化に埋め込んで計算をするという話なんですけれども、この、t 分の r ですね。t 分の r という有理数があったときに、この r と t は共に整数としますけれども、これをその zrpz っていう、p を十分大きな素数としまして、この zrpz というその常用感で表現するということを考えます。で、今、この p を素数としておりますので、この zrpz っていうこの間はですね、情報の逆元を、この間の任意の元、任意の非ゼロの元ですね。2の非ゼロの元は情報の逆元を持つわけです。で、どういうことかっていうと、その一応数式で書きますと、t のインバースっていう元が存在ですね。t と t のインバースの積が p を法として1に合同であるというのは、そういう t インバースなんですね。t に対して存在すると。で、いうことで、この先ほどですね、最初に与えられておりました、この t 分の r という数に関しましては、これをその常用感の上で、その r とその t の逆元の、情報の逆元の積という形でこう表すことが考えられます。で、この t の逆元、情報の逆元の t インバースの計算はどういうふうにやればいいかっていうと、以前紹介しました、この p を法とする方逆元の計算。で、求めればいいだろうという話になるわけです。こういうアイディアに基づいて、この有理数をその、整数の常用化に埋め込んで計算するということを行います。で今のこのようなこちらですね、スライドにありますような、有理数の演算を行うことにしておりますけれども、まず、そうですね、仮定としましては、一応この有理数演算の際に、その分母、分子それぞれの絶対値がどういう値で抑えられているかということが分かっているものとします。で、ここでは、その、t 分の r に対して、この r の絶対値は15未満、それから t の絶対値は16未満としまして、でここで、その r と t の積の2倍の絶対値よりも、大きくなるような素数 p を選ぶことにします。で、この際ですけども、rt の絶対値の2倍というのは、2×240 で480と出てきますので、480よりも大きな素数 p を選ぶことにします。大きければ何でもいいんですけれども、なるべく条件を満たす形で小さい方がいろいろ計算は楽ですので、その480よりも大きな、なるべく小さい総数を1個選ぶとすると、例えば487を選ぶことができます。で、そこで、これを使ってですね、この
今これから計算しようとする5分の2プラス3分の1ですけれども、この5分の2と3分の1の両方の有理数をこの ZR487Z という常用感に埋め込むことにします。で、このまずですね、5分の2をこの常用感に埋め込むんですけれども、そのためにはこの5のですね、この常用感でのこの情報の逆円を知る必要がありますので、それはどのように計算するかというと、487と5によるその拡張ユークリッド誤助法ですね、これによって487を法とする5の情報の逆円を計算します。そうしますと、計算はバーッと皆さんやっていただくことして、そうすると最終的に 5×195 がですね487を法として1と合同ですから、5の逆情報の逆円は195と出てきます。で、それを使いまして、5分の2というのを 2×195、すなわち390として、この ZR487Z に埋め込みます。ここまでよろしいでしょうか。で、同じく今度はその加算でもう1個出てくる3分の1という有理数ですね、同じ常用感に埋め込むことを考えるんですけれども、これも同じように分母が3ですので、この3の情報の逆円をですね、487を法とする3の情報の逆円をこの拡張有機度誤助法で計算をします。これも一生懸命計算しますと、最終的に 3×-162 がですね487を法として1と合同なんですけれども、この162と487を法として合同な正の整数を1個上げますと、これが325となりますので、ここではその325をですね、この ZR487Z の常用感に埋め込みます。で、一応5分の2と3分の1をそれぞれを常用感の元として求めましたので、その加算を行いますと、これが390プラス325ですね、5分の2に対応する常用感の元が390で、3分の1に対応する常用感の元が325でしたので、これの和を取ると725になりまして、でこれを487で割った常用を取りますと、これ228になるというわけです。で、とりあえずここで何かしら計算はできたと。で、確かめたいことは、今、計算結果として228っていうのがこの今の常用感の中で出てきたんですけども、これがちゃんとその有理数の t 分の r に対応しているかと、すなわち r×t の逆減が427を法として228に合同であるような、r と t が存在するかっていうことをまず知りたいですね。で、さらにもしこの条件を満たす r と t が存在した場合に、その r と t っていうのはこの15分の11という有理数に対応しているかということを知りたいわけです。で、とりあえず拡張ユークリッド誤助法でですね、この15分の11をこの常用感の ZR487Z に埋め込んでみることにします。で、これ15分の11の分母は15ですから、15の逆減ですね、487を法とする15の情報の逆減を計算していきます。これも、ユークリッド誤助法で487と15から拡張ユークリッド誤助法で一生懸命計算していきますと、これが65ですね、65が情報の逆15の情報の逆減になるということで、15分の11っていうのをですね、11×65 に置き換えますと、これ715になるんですけれども、715を487で割った乗用が228になりまして、で、先ほどの計算結果とですね一致しているので、この計算結果が対応してそうだということになります。で、そこでですね、次どういう計算を行うかといいますと、487というのは先ほどの、常用感の法ですね、それと、
あと計算結果の228をあの計算しております。で、そうしますとどういうふうになったかというと、まあ、487と228からですね、あのユークリッドの拡張ユークリッドの誤乗を計算していった段階で、この乗与がこの15を下回った段階であの計算を、終了します。そうしますと、まあ、こういう関係式が得られるんですけれども、ここでですね、この乗与が15を下回った段階であの計算を終了すると、付けるには合同式が得られます。11とですね、 15×228 があの487を項として、まあ、あの合同ですということになるので、実はあのこの両辺をですね、形式、まあ、これあの本当にここで割り算できるわけじゃないんですけども、形式的にこれ両辺を仮に15で割り算をするならば、この228っていう乗与間での弦がですね、有理数の15分の11に対応しているということがあの分かります。ということで、まあ、ここではその R を 11T を15と置くことで、まあ、T 分の R を、まあ、復元可能であるということが言えます。ここまでよろしいでしょうか。